こんにちは、ロックンロールベーダー京です、今日はですね、コロナの自粛の期間にですね買いためたスタチオをですね、紹介していきたいなと思います。というかまだ開けてないんで開封していきたいなと思いますので、ご覧ください。まあ、これ見てね面白かったら高評価、それからコメント、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。これはですね、ジェットジャイアンツ、まあ、実はこれ日本版ならトミーダイレクトから出されてますけども、それのあれですね、スターウォーズエピソード3ですね。アナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーに変身してしまう、ね、このシリーズの、スタチューになります。こんな感じですね。かっこいいですね。シスの復讐のね部分のね、シリーズになります。なかなか裏もかっこいいですね。なかなかこうディテールもねかっこよくできてますけど、で早速ですね開けていきたいなと思います。よし、なかなかこれは出すのが大変だ。よし、結構重いですよ。よし、よいしょ。はい、だいぶね苦戦しましたけどね、なんとか開きました。一応これですね7500分の6690、ちょっとね後ろの方のね番号ですけど、まあ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 って感じかな。はい、じゃ早速細かいとこね、見たいなと思います。ちょっと手ぶれしちゃうかもしれないけどね。よいしょ。それでは早速先輩行きましょう。正面から行きましょうか。お顔はこんな感じですね。かっこいいですね。下にだん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 下がってきますよ。なかなかこの手がね物語ってますね。ちょっとこう右側にね顔が向いてるのかな、ちょっとね。はい、なかなかね装備もしっかりと再現されてます。もちろんねライトセーバーもくっきりと。はい、足元もこんな感じですね。マントのひらひらもなかなかねよく再現されてます。で裏もあってみましょう。はい、裏はこんな感じになってますね。なんかいい感じでたなびいてますかね。横回るとこんな感じかな。うん、どうでしょう。なんかいいディテールですね。はい、上から見てみますか。上から見るとこんな感じです。はい、横から見るとこんな感じです。台座がこんな裏はこんなになってますね。ちゃんとねナンバーリングされてますね。2005年ということで、なかなかこう重量感があってやっぱりすごいですね。ジェントルジャイアンツ、さすがです。今日はね、エピソード3のダースベイダー、ね、ジェントルジャイアンツの、スタチュー開けてみました。次回ねまたボボヘッドとかね開けていきたいなと思いますので、またご覧ください。それではロックとともにアランコとロックンロールベーダー教でした。